前日が8298ゲーム、まあ、だいぶ回ってまして、ビッグ35のレギュラーが32と、まあ、高設定けど合算124分の1ですねっていう台、まあ、据え置かれる可能性というのは十二分にあるかなというところで攻めていきます。この台を打ち続けるには厳しいかなと、さすがにこの台はちょっと下げられているのかなという感じなので、ここで見切りたいと思います。これからの立ち回り、まあ、ちょっとアイムがメインになると思います。今後立ち回っていくでも後相撲を狙えるとしたらもうここかなと思うんで、はい、この S アイムなんですけれども、開きました3979円、まあ、約4000ゲーム回ってて、ビッグ15のレギュラーが21で、レギュラーに関しては189分の1で、まあ、5、6以上ぶっちぎっている数字と、で合成確率が111分の1と、まあ、ここも5、6以上で引けている台ですね。で、まあ、その注目していた6台並びっていうところなんですけど、ちょっとこの時間になって6台並びまではないかなと。ただ並びっていうのは本当に複数箇所ありまして、まあ、もしかしたら2台3台並びで1台違ってまた2台並びみたいな感じの可能性もあるかなと。だから6台ではもしかしたらない、ただ並びはあるっていう状態です。でそれでいてお隣の台も5109ゲーム、ビッグ17の、レギュラーが26で、レギュラー200分の1切ってるんですよね、ぶっちぎってるというところで、まあ、2台並びで挙動がいい台、まあ、12分に狙う価値はありと思いますので、今台構成狙いで打っていきます。あの1台目のマイファイブを打ち終わって残りの出玉なんですけど、まあ、僕簡易カードを持ってまして、で一旦100枚ちょっと流して、まあ、再プレイできるのかなと思ってたんですが、ちょっとその流した分に関してはおそらくちょっとできなさそうなんで、まあ、ちょっと追加投資という形になっていきます。まあ、今日は朝一に関しては本当に、まあ、僕も狙っていたマイジャグラー5に圧倒的にお客様が集まって、マイジャグラー5は満席になったという状況から、まあ、結構一転して、まあ、多分マイ5攻められたお客様に関しても、あ、今日はアイムかな、アイムの方が強そうというところで、まあ、あの立ち回りをシフトチェンジしてアイムを狙いに行ってるっていう方が、まあ、大半ですね。で、まあ、ちなみにこの台に関しては前任者の方は子役をカウントされていた方ではなかったです。おそらく主婦の方かな。取りました、273ゲームです。チェリー重複のピッコナスです。押しが10本ですね。先ペカです。37ゲームチェリー重複のレギュラーボーナスです。155ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。112ゲームです。ブドウゲット単独のビッグです。この動画を収録しているのは、まあ、8月で、これ配信されるのかな、9月もしかしたら10月とかになってるかもしれないですけど、その時には発売日が分かってるかもしれないですけど、ついに新しい6号機ジャグラーが出ますね。ハッピージャグラーでしたね。ゴージャグかなと予想はしてたんですが、まあ、ゴージャグかハッピーかというところで、ハッピージャグラーが出ると、あの黄色いねランプのジャグラーですけれども、前作のハッピージャグラーに比べてボーナス合成確率が高くなったほか、設定値の出玉率が甘くなっているそうです。うん、楽しみですね。新しいシリーズが加わる、立ち回りの幅も広がるでしょうし、一応ブドウ100個、まあ全然サンプル不足ですけど 5.5 分の1ぐらいですね今。175ゲーム単独のレギュラーです。単独のレギュラーです。
なんで今スランプグラフ見たん？リプレイに何枚出てるかな。あ、お前どうせレギュラーばっか引いて出えへんねやろみたいな感じでなんか見てきたんかなと思って、ちょっとまた不安になるような、この今1対2やから BR 比率が怖いわ。まだ始まったかな。いや、やめてやめてやめて、あのその始まったとか言うのやめて、ほんま始まるから、レギュラー無双が始まるからさ、次俺はビッグやと思ってるから。いや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 、プレミア出しちゃるわ、ゼロ角のビッグ出しちゃるわ。おお、これ見ろこれ見ろ、言った通りや、ゼロ角や、最強やん、これ最強チェリー出たやん。もうあれ分かんない、分かるやん、ビッグや、これヘレぐらいやったら俺北電子電話するわ。よっしゃー、79ゲームプレミアムビッグボーナスでございます。ね、やっぱレインボー最高だね、最高です、ありがとう。やっぱプレミアムよな。39ゲーム単独のレギュラーボーナスです。先ペカ早い、17ゲーム早ペカ単独のレギュラーです。52ゲームピックです。やっぱり5時6時夕方の5時6時で一旦稼働が落ち着いたんですけど、今19時過ぎてまたかなり動き始めましたね。やっぱりお仕事帰りの方が来られて一勝負っていう感じでしょうね。173ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。今自身で1000ゲーム回しました。で、まあ、前任者の方と合わせればもう間もなく5000ゲームというところで、まあ、1000ゲーム地点ですけれども、まあ、ツール入れてみると、まあ、ブドウが186回で 5.38 分の1と、まあ、かなりいいんですよね。でレギュラーも自身でも7回引けて142分の1というところで、まあ、6が一応ぶっちぎっているという数値にはなってます。54ゲームです。今気づいた、初めて気づいたかもしれない、消えてます、違和感、普通ついてますからビッグです。うわ、55ゲームまで惜しかったな。はい、すごい相当違和感、プレミアムビッグです、ゾロ目ビッグです。単独のレギュラーボーナスです。チェリー重複のレギュラーボーナスです。先ペカの単独のビッグです。ハマりました。おお、チャンスのみ、美しいよねこれね。もうチャンスじゃないか、確定やからね、これ確定って出てる、世界最強のチャンスで。はい、256ゲームビッグ単独のレギュラーボーナス、チェリー重複のレギュラーボーナスです。単独のビッグボーナスです。今自身で2000ゲーム回しました。前任者の方と合わせて約6000ゲームというところで、現状ビッグ24のレギュラーが32、レギュラーに関しては、187分の1、合成107分の1と、まだ数値ぶっちぎってます。で、僕自身で見てもレギュラー確率11回の181分の1で引けてますよと。でそしてブドウ確率が349回なんで 5.73 分の1、まあ、もうさすがに
構成ってはほぼ間違いない5、6っていうところだと思うんですよ。手玉がどれだけついてくるか、はたまたついてこないのかっていうところで、頼む頼む、もうあとは一旦ちょっとビッグ引きまくってくれっていう感じなんですけど、82ゲームチェビー超フックビッグです。おう、17ゲームです。ダイアンペッカの単独のレギュラーです。この上昇のメソッドという番組が始まっておそらくもうすぐ1年っていうところだと思うんですけれども、本当に皆様見ていただいている皆様のおかげでなんとか続けてこれてます。ありがとうございます。で、まあ、そのメソッドの中でももしかしたら1番くらい打ってんのかな、このアイムという機種は。本当にリカバリー機種としてね、まあ、触る機会が多くはなってると思うんですけれども、アイムって本当になんか思い出だけは言い過ぎだ、思い出ができやすい、いろんな意味でね。アイムはアイムでなんかめっちゃ出たら出たで、うわアイムでそんな出たんってなるじゃないですか、5000枚出たんとか。でもうわクソマックソクソビッグ引けへんやんとかでめっちゃ負けることも多いし、なんかいろいろ思い出というか、まあ、記録より記憶に残りやすい機種なのかなっていうのは僕の中ではすごいあるんですけど、皆さんはどうでしょうか。よし、76ゲーム単独のレギュラーです。おう、15ゲームさっきベッカのビッグじゃなくてレギュラーです。8連目か。86ゲームです。チェリーチョークのビッグボーナス9連目です。いやーこれどうせならね、ちょっと10連久々に、最近10連100ゲーム以内10連した記憶あんまないというかないな。ちょっとここまで来たらして、でさらにそれ以上、欲張りすぎか、まず10連ね。もう1ペカはしたいね。今もう60ゲームか。でも9で100、やっぱあかんか。なんか意識したらやっぱあかんな。意識した瞬間終わるよね、あるあるやけど。まあ9連でも立派ですけど。おお、165ゲーム早かった、思ってたより。でレギュラーボーナスと、105ゲームです。さっきペカ単独のビッグボーナスです。取りました、292ゲームチェリー超フックのビッグです。さあもう時間がない、ここで最後サクサクっとペカペカっと、いわゆる、うわこれだよ、うわ惜しい、2ゲームやマジか。でぶどうちゃんのいただきまして、2ゲームでレギュラーなんやね、そうなんやねレギュラーボーナス。取りました、297ゲームでチェリー超フックのレギュラーボーナスです。サキペカです、63ゲームチェリー超フックのレギュラーです。これで40回目のレギュラーボーナス。33ゲームゾロ目のレギュラーです。
36ゲームです。わーお、わーお、最後の最後までレギュラー37ゲーム。はい、まあ、この台ここまで打ってきまして閉店まで残り5分というところになりました。詳しい、まあ、詳細結果等はエンディングで発表させていただくんで、まあ、最後、まあ、明日に向けてもありますし、データそして答え合わせをして終わりたいなと思います。じゃあアイム見ていきます。まあ、これ僕の台でその横のお隣580番台8415ゲーム31の40、まあ、もう文句なし56というところですよね。でここが並びで、でここももしかしたら3台並びだったんじゃないかなっていう気はするんですよね。8579ゲーム33の31若干レギュラー足らないですけど、まあ、56寄りの数値ではあるんで、で合成134分の1と、まあ、3台並びの可能性はあったんじゃないかなと。でここのアイムもおそらく並びですよね。530番台8255ゲームビッグ30のレギュラーが31で、そのお隣6300ゲームでビッグ25のレギュラーが27、121分の1レギュラー足りてますよね。ここ2台並びでいい、で1台を挟んでこちらもいいんですよね。8800ゲーム42の32で、マイジャグレギュラー1番ついてるのはこの台ですね。599番台、僕狙い台やった横の台なんですよね。8426ゲームビッグ29のレギュラー40。お疲れ様でした。初日の実戦が終了いたしました。まず結果の方なんですけれども、投資が497枚に対しまして回収が1876枚だったので、サマインの方がプラスの1379枚でした。で、まあ、最後まで打ったアイムジャグラーの、最終のデータの方なんですけれども、まあ、打ち始めたのが3979ゲームビッグ15のレギュラーが21から打ち始めまして、最終7405ゲームのビッグ29のレギュラーが42というところで、合成が104分の1、まあ、レギュラー確率もね200分の1切ってぶっちぎりというところで、これは。もうちょっとビッグに寄ってくれたら出玉もっていうところだったんですけど、まあこれは致し方ないと。で、まあ、一応ツールに入れてみました。またしてもらおうと思います。で、自身で約4000ゲームほどですかね、すいません4000ゲームじゃないですね、自身で3426ゲーム、回しまして、ブドウが、まあ、出足はずっと良かったんですけど最終的にちょっと落ちたんですよね。576回の5.95 分の1というところで、まあ、レギュラー確率に関しては21回自身でも引けて163分の1で引けてるんで、まあ、もう5、6は間違いないんですけれども、まあ6かって言われたらちょっと最後落ちた部分があったんで、まあ、5の可能性の方がツール的には高くなったと。ただまあ言ってまあ600数えてないぐらいなんで、まあ一概には言えないんですけれども、基本のところは一応まあついて5という感じです。で、まあ、今日に関しては、朝一ねマイジャグラー5狙ったんですけど、まあ、積もれずというところで、まあ、リカバリーで、まあ、状況的に見てね、アイムが全体的にベースも高そう、まあ、最終的に多分平均4ぐらいはの数値ぐらいにはなったんじゃないかなというところで、まあ、並びっていうところも見えてたので、まあ、それに、まあ、シフトチェンジといいますか、思考の方を切り替えて後相撲狙いというところで、まあ、しっかり後相撲はできたんで、まあ、リカバリーというところではね、しっかりできたと思うんで、うん、まあ、立ち回り的には、まあ、最低限というか、まあ、一応合格点になったんじゃないかなと思います。ただ、まあ、まだね1日目が終えたところですので2日目、まあ、明日結構やっぱり抽選というか集まってくるお客様が多いと思います。ただその分やはり、しっかり設定が投入されるという状況だと思いますんでね、今日に引き続き2日目も連続積もできるように頑張っていきたいと思いますので、また次回もご視聴していただければなと思います。本日は最後までご視聴ありがとうございました。上昇のメソッドを見続けたらパチスロの勝てる確率、積も率などが上がるという噂もありますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。